平良市は沖縄県の宮古島にあった市である。平成の大合併により、2005年10月1日に、ぐすくべ町、下地町、上野村、伊良部町と合併し、宮古島市となり消滅。合併後は、宮古島市の中心として、市役所所在地となっている。行政区1390年、宮古島の豪族、与那は勢東豊かを山作が、中山をサットに、 初めて長考を行ったとされる。豊臣親とは、な高き漁師という意味で、宮古諸島の地域の豪族をまとめる人物に、称号として与えられた。1500年に、八重山で親家赤八をリーダーにして、親家赤八の乱が起きると、その鎮圧に功績を挙げた、宮古島の豪族、中曽根豊臣親は、琉球王府の名縁王より、宮古島の頭職に認じられた。 中曽根豊臣親の死後、頭職を継承した、長男、中屋金森は、1532年、現在のぐすくべ町阿座、ともの豪族、金氏川泣き、大地豊臣親を殺害。これを機に、琉球国王の命令で、豊臣親の称号は廃止され、代わって、琉球王府が任命する頭職が当地に当たることになった。これをって、宮古諸島と八重山諸島は、 実質的に琉球王国の支配下に入ったとされる。1628年には、党内が平良、砂川、下地の三つの紛りに分けられ、この行政区分は明治末期まで続いた。後の平良ラ地域は大半が平良ラ紛りに属していた。現在はいずれも宮古島市突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。 これらの都市は合併後の宮古島市でもそのまま継続された空港道路港湾高等学校中学校小学校小中学校ありがとうございます。